ニュースポティファイ、前回からの続き。ニュースポティファイは海洋深層水マハロの提供でお送りしております。さあ、まあなんかね、ちょっとテクノロジーとかグッズとかお話させていただきましたけど、まあちょっとあのエンディングの方に移ってきますけども、セカンドキャリアとかまだね考えてないと思いますが、なんか今後の展開について聞かせてください。今私はまあとりあえずプロ公認っていうのをまあこだわってはないんですけど、実際ただまあいろいろサーフィンに自分がやっぱ一生関わっていきたいっていうのがあるので、まあそこをまあ言う、まあちょっとやってきたことをまあ生かしてっていう風になると、やっぱりそのプロ公認っていうのを取った、まあある方が絶対に、うん、まあ自分のためにとってもいいっていうのがあるので、まあそれを取っていきながらも、今そういうまあ SNS とかでもまあいろいろ配信とかして、自分、まあ自分のスタイルを追求したいっていうのがまあ一番あるんですけど、なんか自分がスタイルを追求できた時は自分のファンってめっちゃおるかなって思うんですよね。なんか私なんか個性はあると思うんで、めちゃくちゃ。そう、ただなんかそれを自分でなんかどう出していいかっていうのがすごい分からなくて、なんか自分で自分ってなんか変わってるって思わないじゃないですか、基本人って。周りから見たら、いやいやお前個性の塊やでって思ったとしても、多分自分ってどういうの、どういう風に見られてるっていうのは多分自分で分からないんで、たまにだからめっちゃ仲いい子とかに聞いたりするんですよね。なんかアコってどんなとか言って、でも仲良すぎてその子もまあ実際分からないじゃないですか、もう古い付き合いとかの子なんで、まあね、性格とかも全部知ってるしっていうので、うんうん、だからまあそこをこう、なんかこれからは自分なんか自分らしさみたいなのをなんかすごい出していけたらなって思ってます。結構出すのってなんかそれを周りにこう見せるのってすごい難しいなっていうのが最近自分でも思ってて、うん、なんかいい小沢エージェントとしてはどういうこう持っていき方をしようと思ってるんですか。いや、まあまずインスタを更新してほしいですね。あの誰でもできることをやっぱりちゃんとやるっていうところが彼女苦手なんで、 そもそも公式のインスタのアカウントも僕が作らせましたからね。インスタに入ってきたと同時に、そこが結構意外と疎いんだ。あのまずちょっとオフィシャル作ろうかと、そのプライベートとかをこう分けて、まあ、自分をブランディングしていく場所として、まあ、まずはインスタ作ってと、でそれをまあ作って、まあ、更新していこうねっていうふうに言って、早2年ぐらいは多分経ってるんですけど、なかなか更新がこう更新率はまあ、僕も情報がなかった。でまあ、 あの更新してない割にフォロワーはいるんで、更新したらもっと結果出るんで、あのこう頑張ってもフォロワーつかなくてモチベーションが落ちて更新しなくなる人いるんですけど、彼女はあのやればやるほどフォロワーつく人なのにやんない。ずるいっすね。いやなんかうん、あれなんですよね、なんか自分らしくないものは基本出したくないっていうのが最近まあ特に強くなってきてるんですけど、こうみんながやっぱやってるんで余計にまあちょっとそれは思うようになってしまったんですけど、うん、とあと無駄に写真とかのこだわりが強いんですよね、うん、だからなんかそういう納得も多分パッて撮ってあ載せようっていう軽い感じで載せれないんですよね。なんかあこれちょっともうちょいこうやったらよかったのに、このうわこれうわ嫌やわみたいなんで結局載せないみたいな。なるほどね。なんかでももったいないのにプロデューサー気質があるんですね。ちゃんとこうそうですね、なんか自分がちゃんとオーガナイズしたものでやらないとちゃんと物を出せないみたいな。そうですね、ものなんですかね。まあ、そこは課題ですね。まあどっちかというとそのエンタメ性はあると思うんで、もちろんねプロっていうところでもあの力をつけていってほしいんですけど、しっかりこの自分のまあキャラクターとかブランディングで、まあ、それをちゃんと発信して、まあ、自分のファンを作っていって、まあアコのこう世界観っていうのがねできていったら、それがまあ一つのこうエンタメ化していくと思うんで、まあよほどね、何やろ、あのまあ、ビジネスにも発展するでしょうし、もっとね彼女の先の可能性も広がってくると思うんで、そこはもうちょっとねこうやっていきたいなと思いますね。なるほど。じゃあ今後やっぱサーファーアコちゃんみたいなイメージなところで売っていくのかな。サーファーアコさんですかね。まあサーファーですね。サーファーはサーファーですね。そうですね、サーファーですね、はい、ザ・サーファーですもんね、はい。なんかすごいいろんなことが聞きたすぎて、なんかもう海ですね、いろんなものがこう聞きたすぎちゃってたくさん出てくるから、これは時間が足りなかったですけど、ぜひまた
お越しいただいて、アップデートしたものを我々に披露していただければ、はい、お願いします。マハローは好きですか？好きです。大好き。マハロー、マハロー。まあハワイですからね。サーファーといえばやっぱマハローですから。そうですね、はい、しっかり飲んでいきましょう。マハロー飲んで もっとちょっと海と馴染んでいきたいですね。そうだね、はい、海に近づいていきますから、ね、はい、ちゃんとインスタも更新してください、ね。そうですね。おっちゃん待ってますから、ずっとそれ。はい、頑張ります。よろしくお願いします。フォローお願いします。お願いします。はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい。はい、ということでありがとうございました。サーファー、八尋綾子さんでした。はい。どうも。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。New Spotify。今回はここまで。また次回お楽しみに。